まだ閉まなくていいのよ、別に。やってた。じゃあ行く。次の勉強行くよ。これな、ここにある白玉だけども、いいこういうことなのよ。一回しながらばせ。いいか、一緒に数えるよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10なの。ところが、みどりさんが10人いたんだけど、一人はもう帰っちゃったの。バイバイって。残ったみどりさんは何人でしょうかっていうの。9。何人？9。じゃあ、赤さんのグループが10人いたんだけど、2人帰ります。バイバイって2人帰る。8人。残ったの何人だ？じゃあ、クルさんのグループも10人いたんだけど、3人帰ります。バイバイ。7人。じゃあ、キーさんのグループは4人帰ります。バイバイ。残ったのは？6人。青さんのグループは5人帰ります。バイバイ。残ったのは？5人。みどりさんは6人帰ります。残ったのは？4人。赤さん今度7人帰ります。黒さんは8人帰ります。キウイさんは9人帰ります。残ったのは10。緑さんは10人帰りました。残ったのは0。よし、そこでね、こういうことなんだよ。9と1は仲がいいの。どうして仲がいいか分かるか。知らない。9と1は仲がいいの。どうしてでしょう。分かった。9、10でそういうから。8と2は仲がいいの。どうしてでしょう。知らない。わかる。どうして？ね、めちゃくちゃなダメって聞きたくない。今考えてるの。じゃあ分かった知ってあげなさい。そんなの。8人と8と2は仲がいいの。どうしてでしょう。はい。どうして？2、4、6、8の8と2があるから、それで仲間だと思う。うん、もう一回よく考えてよ。3と7は仲がいいの。どうしてでしょう。はい、わかりました。3から7を、10から3を引くと7だから、3と7を使うでしょ。だから、それで仲間だと思います。じゃあいいか？ 4 と6は仲がいいの。どうして仲がいいでしょう。はい。もう当ててない。どうしてでしょうか、教えてくれる人。4と6は仲がいい。どうしてでしょう。はい。はい、山田君。これ言ったらすごいぞ。4と6は仲がいいの。どうしてでしょう。藤田さん、どうして4と6が仲がいい。山澤さん、どうして4と6が仲がいいでしょう。合わせると4と6、仲いいな。でも合わせると4と6合わせると今一生懸命考えてる。素晴らしい。4と6合わせるとどうだ。いくつになる。4と6合わせると 8。 数えてみるぞ。 1、2、3、4、5、6、7、8、9。 何になる。10になる。だから4と6は仲がいい。いいか。5と5は仲がいいの。どうして5と5は仲がいいでしょう。はい、長谷さん、5と5は仲がいい。どうしてでしょう。分かる。合わせると10になる。その通りなのよ。もう一回よく見ててよ。いいか。1と9は仲がいいの。どうしてでしょうか。はい、はい、みんな言ってみろ。1と9を足すと10になるから。合わせると10じゃないんだよ。10。合わせると10になるんだ。じゃあ10って言ってよ。ちゃんと10言ってな。10。もう一回聞くと、1と9は仲がいいの。どうしてかというと、合わせると10。2と8は仲がいいの。どうして10じゃないってば。みんなのお父さんお母さんじゃないのよ。3と7は仲がいいの。どうしてかというと、3と7合わせると10。僕と二橋くんは仲がいいの。どうしてかというと、合わせると28。じゃあ僕と佐野君とは仲いいな。合わせると28。なんで28になるのこれは。じゃあ聞くぞ。4と6は仲がいいの。どうして仲がいいでしょうか。合わせると10だから。合わせると10じゃないのさ。合わせると10だから。5と5は仲がいいの。どうしてでしょうか。はい、藤田さん、5と5は仲がいいの。どうしてでしょう。
チューじゃないの。10、じゃらん。同じ数だから。6と4は仲がいいの、どうしてでしょうか。はい。はい。はい、長谷さん。10になるから。その通り。なあ、あなたあの人言ってんで10ってしか言った。あ、4、4と6だよ。じゃあ7と3は仲がいいの、どうして仲がいいでしょうか。はい。はい。林くんになるから。お前はうざくばかりと。山本さん。7と3は仲がいいの、どうしてでしょう。合わせると合わせていくつになる。7と3合わせると7と3どうして仲がいいでしょうか、教えてくれる人。はい、9。山田君、合わせるとこれ合わせると全部10になるんですよ。3でしょ、うん、4、5、6、7、8、9、10、全部10だもん。これだからこれで10、20、30、40、50、60、70、80、90、100黙ってんだよ。これ知ってる。でそこで先生は歌を作ったの。昔この歌ね、あちこちの小学校で歌ってるから真似してんだよ先生の。本当だ。1、9、2、8、3、7、4、6、5、5、6、4、7、3、8、2、9、1。これね、ちょっと覚えておいてよ。そしてね、小学校入るとね、うんと役に立つから。いい？一緒に行くよ。1と9は仲いいの。どうしてかというと、合わせると10になるから。そう、2と8は仲がいいの。どうしてかというと、合わせると10になるから。3と7は仲がいいの。どうしてかというと10になるから。10じゃないよ。3と7合わせていくつ。10になるから。そうだ、ハセさん、10だ。 OK、 10。4と6は仲がいいの。どうしてかというと、合わせると10。そこで歌ができるの。昔頭のいいお坊さんがいたの。名前を一休さんって言いました。そこからスタートするのよ。いくよ。1、9、2、8、3、7、4、6、5、5、6、4、7、3、8、2、9、1。いってみよう。3、はい。1、9、3、2、8、3、7、4、6、5、5、6、4、7、3、8、2、9、1。じゃあもう一回いくよ。3、はい。1、9、2、8、3、7、4、6、5、5、6、4、7、3、8、2、9、1。もう一回いくよ。3、はい。1、9、2、8、3、7、4、6、5、5、6、4、7、3、8、2、9、1。もっと元気出してお葬式なんだぞ。3、はい。1、9、2、8、3、7、4、6、5、5、6、4、7、3、8、2、9、1。今度は僕のこと好きな人だけ。3、はい。1、9、2、8、3、7、4、6、5、5。なんで声出さないのよ。じゃあ今度は僕のこと大嫌いな人だけ。3、はい。1、9、2、8、3、7、4、6、5、5、6、4、7、3、8、2、9、1。おかしいな。僕のと嫌いな人は大きい声で、好きな人は小さい声でやってください。いいね。嫌いな人は大きい声で。3、はい。じゃあ頑張ら。じゃあパンツにうんちがついてる人は小さい声で、パンツにうんちがついてない人は大きい声で。3、はい。1、2、8、3、7、4、6、5、6、4、7、3、8、2、9。ほんとかしら、ほんとかしら。1+9+3=1。これね、昨日のクラスではね、これ全部やったからね、もし YouTube 見てくれる人いたらね、これ見てほしいな。何よ。あの YouTube って知ってる？知らない。みんなのビデオに撮ってあるからさ。昨日のクラスはね、これ一休さんで勉強したの。で今日のクラスやめたのよ。ね。まあ。だって一休さんの勉強してるじゃんね。うん。一休さん？一休さんっていうのは1、9、2、8、3、7、4、6。1、9、3は1、9、3。な、それじゃあ。今日ちゃんだ。な。